東京工科大学コンピューターサイエンス学部のタゴと申します、えー。本日はですね、私どもの活動の一つをご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。えー、本日ご紹介するのはコグニティブロボティクスラボラトリーという組織になります。これはですね、深層学習ですとかあ認知科学、えー 画像処理、システムインフラ等の複数分野の教員が集まって成果を出すために共同作業をしている組織になります。で、研究としてはですね、認知の仕組みを構成的、つまり物を作ることによって研究してみようという狙いを持っております。それから実際に物を作る。 使えるものを作るという目標も掲げておりまして次世代の IoT システムの基盤を作るあるいはですね機械を制御する高度な AI システムを作るというようなことを目指して活動をしておりますで教員のこのような活動に当然学生も参加することによって人材育成も図っていこうと。 いうのがこのラボの目標になりますで、なんでロボットかということなんですけれども背景の一つとしてはこの IoT の意味が変化してきているということが挙げられるかと思います一番最初に IoT という言葉で出てきたのはセンサーのネットワークだったわけですけれども最近になるとですね 高度な AI、クラウド上の AI でいろんなものを動かしてみようというそういう試みがたくさん出てきております。例えばコネクテッドカーのアプリケーションというのはこういうものになるかと思います。それから工場そのものをですねクラウドから動かすということもどんどん行われるようになっておりますね。それからホーム 次世代の家電っていうのはですねますますクラウド上の機能と切り離せないということになっておりますのでこういうようなものを作るというような技術というのはますます重要になってきております。最近の報道ですとついにです、ね、戦闘機もです、ね、このような方法で作られるようになるかもしれないというような報道もございました。 でそういうような変化の結果ですねフォグコンピューティングと呼ばれるような技術が出てきているかと思います。これはですねクラウド上の機能特にですね大規模な AI と機械つまり車両ですとか工場ですとか家を接続するための技術ということができると思います。 れでそれはですねクラウドと機械を直結するわけではなくてですね中間に処理濃度やあー種示のネットワークを使ってですねついにネットワーク全体で処理をするというような形態に移ってきているわけですね。でそれのことを称して真ん中にクラウドがあって周りにフォグ霧があると。 いうあのフォグコンピューティングのシステムの作り方が出てきているという状況にあると認識しています。そこではですね、例えばカメラから収集された大量の画像情報をクラウドに届く前に途中であのある程度処理をすることによってネットワークやクラウドの負荷 を軽減していくとかです、ね、逆方向の配信もですね途中で適切にキャッシュをすること貯めておくことによって最適化を図るコストを軽減するというようなことがどんどん行われるようになってきているというふうに認識しておりましてそれを自分たちが作ったシステム基盤の上で実際に こういうことを体験しながら技術改革改良を図っていこうということでクラウドにつながれたロボットっていうものを作ってみようということが動機の一つになっておりますそれからもう一つは言うまでもないんですけれども AI 技術深層学習に基づく人工知能の技術というのが もう飛躍的に高度化しているとで最近ですと画像処理ですとか自然言語の理解ですとか直接的なデータの処理というところにとどまらずにですね学習の仕方自体を学習をするというようなメタな技能を機械的に学んでいくというようなことができるようになってきておりましてそろそろですね次のイノベーション 人工知能に関する次のイノベーションが起きるのではないかという予感がしております。それをですね、えっ、ー、とロボットというあフィールドで実際に、えー、行ってみたい、次の、えー、人工知能を作ってみたいというモチベーションが背景にございます。で、えー、そういうようなまあ、裏のあの気持ちがあった。 元で,です、ね、プロジェクトというのが計画されました目標的に言うとですねこれですねクラウド上の高度な AI を機械に接続してそれで機械を動かすというような仕組み全体を作るということを試みることにしました。で 高度な AI って人工知能って何かっていうとですね自然知能つまり動物あるいは人間が備えている知能を模倣するあるいはそれと少なくとも同じ近い目標を持たせたものを意図的に作って生き物の知能に学ぶというそういうことを試みてみようと考えているわけです。 そういうわけでクラウド上の動物の知能に近い人工知能をロボットに接続して動かすという目標が掲げられたということになります。で、それをどういうふうに推進していくかという戦略に関してですけれども、まずえ今日ご紹介するようにですね、まずともかく あの非常に安いロボットを開発してです、ね、例えば学生の全員研究者の全員に配ってどんどんこれで研究しましょうというようなことをできるようにまず準備を進めておりますそれからです、ね、ロボットを動かすということはです、ね、特に人工知能の研究者にとっては負担になります組み込みの装置を制御するという ソフトウェア非常に特殊なソフトウェアになりますから人工知能の研究者がそこまでカバーすることはできない、えー、非常に簡単にですねロボットあるいは IoT システムの制御を行えるようなシステム基盤をやはりこれもオープンソースで構築することによってですね研究者が簡単に参入できるような準備をした上で人工知能汎用性を持った 人工知能の研究に集中しようという戦略を立てたということになります。そうすると成果物としてはですね、まずそのこちらですね、IOT をより容易にですね、システムとして構築をしたり運用していくという仕組み、これもあの成果物として期待できるんじゃないかというふうに。 考えております具体的に言うとコンテナですねドッカーを IoT 基盤の実装に利用するということを試みてでその際に出てくるいろいろなインフラに関する技術課題ですね通信ですとかあのデータの共有に関する課題を解くことによって誰でも簡単に使える IoT 基盤というのをコンテナベースで作るという。 ことが成果物として期待できるそれからまあそれをもう実際にオープンソースとして共有できるようにするとそれからその上でですね認知機能を実現したものをなんとかこう作りたいとそれを成果物としたいということ目標がございます。ですのでまあちょっと欲張った目標を設定してちょっと プロジェクトの性格としてはややこしいんですけれどもでも非常に重要なものがいろいろここに詰め込まれているというものだというふうにご理解いただければ幸いです。でそういうわけでまず最初にロボットを作りましたということなんですけれども目標としてはですね1万円台ぐらいで動かせるロス。 ロボットオペレーティングシステムというロボットを制御するための共通ソフトウェアが今非常にです、ね、発展しておりますけれどもこれが利用できるようなロボット、えー、従来ですとこれの何倍もお金がかかっていて、まあ、1台は研究室で買えるんですけれども何十台も買ったりはちょ,っとちょっと大変っていう状況だったんですけれどもこれをこのくらい手軽に使えるようにしつつあるということですね。 でそのためにです、ねまあ、まずあのモーターユニットロボットのです、ね、モーターユニットを作りました CPU でコントロールされるようなモーターユニットを作ってこれは何を意図しているかというと,です、ねえー、と玩具レベルの部品を使ってそれでもあのクラウドにつなげることによって極めて賢いんだけれどもものとしては玩具っていう構造を実装しようと。 そうすると皆さん、例えば趣味でやられている方もです、ね、ちょっと改造して作ってみようかというようなことができるんじゃないかというふうに考えたわけですね。具体的に言うとこんなものこ,こ,がこれがモーター制御基盤になってモーターが2個こう入っているわけですけれどもこういうようなものを作りました。それで えー、モーターの回転数を検出する装置だとかそれから CPU だとかがこの上に乗っかっていてこちらはあのラズベリーパイで、えー、と簡単にケーブルでポッとつなぐと、えー、あとはこっち側は何も配線しなくてもですね、えー、そのままロボットとして動いちゃうという基本形をまず作りました。でキットにしてですねで従来の工作シリーズのようなものを使って、えー 具体的にロボットがこう動くというようなものに仕上げたわけですね。で,ですがただのおもちゃではなくてこれちゃんとクラウドにつながってしかもロスが動くシステムになっているのでそこから上の制御機構というのは非常に作りやすくなっているというものそういうようなものが完成しました。で次はですね それをどう制御するかということでコンテナ技術というのを用いることにしますこれは先ほどのロボットがこちらにあるわけですけれどもであの商用クラウドがありまして真ん中にノート PC を置いてこれつないでやるとでそのノート PC ですとかクラウドの上でいろんな機能を動かさないといけないわけですね。 ロボットを制御するための機能もあるし真相強化学習のようなものも動かさないといけないと。でそれらが全部めちゃっとこう一つのプログラムになっていると大変なことになりますから独立した部品の集まりとして作れるようにしました。そのための仕組みとしてコンテナを利用してまあドッカーですね具体的に言うと。Docker、を使って さらにクバネタスというそのオーケストレーションをする仕組みを使ってですね大規模にたくさんのコンテナがクラウド環境上で動くようにこれも実際に出来上がっておりますでそのミドルウェア MAGI ですねアーティフィシャル・ジェネラル・インテリジェンスのミドルウェアというものを作りましたでこれはですね AI の例えば深層学習のエンジンですとか それからナビゲーションつまりロボットを障害物にぶつからないようにこう導いていく機能だとかそういう個々の機能が全部部品化されていて選ぶだけでで利用できるようになっていますでその下側の基盤としてクーバネータスというミドルウェアを世界的に今大変注目が集まっているミドルウェアを使っております。先ほどの,あの 新聞の報道でもですねクーバネタスを使って戦闘機を制御する時代になったっていうような報道がですね一般紙でもされるようになってますけれどもあそのううようなものを使ってロボットがちゃんと動くような仕組みっていうのを作りましたでまあちょっと簡単に画面例をご紹介しますと、えー、まずソフトウェアを開発するためにはつまりロボットの動きをこれからプログラムしたいと思ったら まあ、ブラウザー上でですねプロジェクトというものを作るということをまずやります。で、そのプロジェクトにはですね、ここちょっと見にくいんですけれどもちっちゃくていろんな部品のリストなんですね。ここにあるものがあのその上で動かせる部品がたくさんあります。ロボットを制御するための部品だとか、えー、それからあの深層強化学習を動かす部品だとかそういうものが一つ一つ部品になってるんで、それを選んでクリックするとですね。 それが実際にもうあのクラウド上で動き、ま、始めてこれらが全部動いてる状態の、えー、部品なんですけれども相互に連携してロボットを制御し始めるというところまであのポチポチポチで、えー、たどり着けるというのがあ特徴になってます。で結果としてですね画面も全部ブラウザ上で見ることができて。これはあの ロスののシミュレータータ画面ですけれども、えー、とロボットがここにいて環境がこうなってるっていうようなことをシミュレーションしてる例ですけれどもこういうようなものもブラウザを使うだけで確認できるというようなシステムを開発いたしました。でこれはあの実際にですね Google のプラットフォームで動かしております。それで まあ、ソフトウェアの開発環境 Python の開発環境を、えー、アタッチしてソフトウェアの開発が実際にできるようになっておりましていろいろなあの人工知能のテストプログラムをロボットにくっつけて、えー、試すということが実際にすでにできるようになっておりますさらにですね、えー、クラウドだけではなくて、えー、とスーパーコンピューターのようなものも接続して非常に高度な AI も 試してみるることとができるという状態になっておりますそれをやってみるとですねいろいろ技術的な課題が出てきております通信に関する課題ですとかそれからファイルシステムに関する課題 IoT に Docker を使うとどういう問題が出てくるのかということを実際に現実のシステムで把握しましてその問題を解くと。 いう活動を現在しておりますそれからですね、えー、その上での当然あの深層学習機構も、えー、構築中でありまして、まあ、あの全体としては非常に、えー、大規模なあの強化学習の経緯になるわけですけれども、えー、そのままでは実行できないのでそれを中の、えー、より小さな単位の強化学習をいっぱい並べて、えー 複雑な動きをさせるというような仕組みを実際に作って試しているところです。というわけでですね、えーまあ、プロジェクトですので、まだ発展の、えー、途上ということになりますけれども、まず、まあ、基盤が大体、研究基盤ができましたとで、これは皆様と共有することができますと。 いう状態になっております、えー、ご紹介しましたようにですねロボットも作りましたしそれからその上で AI を動かすためロボットを制御する AI を動かすための基盤もほぼできております。で、えー、次はですねまた皆様と協力させていただきながらその上で高度な認知機能を持った ロボットの制御というのを行うという課題に挑戦していきたいというふうに考えております。簡単でございますけれどもこのような目標を持ったプロジェクトというものが東京工科大学のラボトの一つの中で実施されているということを お知りになっていただけると嬉しいなと、えー、考える次第でございますもちろんあの興味を持たれた方はぜひご連絡いただけますと幸いです、えー、本日はどうもありがとうございました